はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集めろワドルディ、星のカビディスカバリーやっていきましょうか。いよいよボスが来たぞと。眠らぬ谷のコレクター、なんだろうね、何を集めてるのかよくわかんない、よくわからないが、やってみましょう。なんかどうやろう、おすすめのコピーなんだろうひとまずは何か影が見えた気がする、気のせい、わかんないが奥来て、これはこれ何、なんか消えた、電気が消えちゃったよあっと、またありがとうございます。ちょっと怖いよねこのぬいぐるみで僕にボムとハンマーとトゲトゲがありますね。あー、どうしようかな、ハンマー使うね。ハンマーね、なんか結局なんか全然使わなかったなみたいな。ちょっと待って、その手配書剥がそうぜ。あれ、その手配書あれか。まあ奥行きましょう。めっちゃ手配書、なんだこれ、ちょっとやばいでしょ。ちょっとなんかちょっとずっとしたもう全部そう、全部剥がしていけ。あー、ちょっと高いところはちょっと届かへんな。うん、まあ、とりあえずね、とりあえず手の届くところは剥がしちゃうと。よくもこんなにたくさん、エフィリンいる、これはそもそっと連れて帰ろう。エフィリンの偽物、おわ、これはグ何ですか、結構でかいぞ。ちょっと待って、なんかめっちゃハンマーの通り悪そう。アルマパラパー、アルマパラパー、ちょっと待って、あ、待って、やめてください、やめてください、その柵攻撃ずる、いや普通にさガンガン捕まるんですけどそう、何かのミッションは達成したっぽいんだけど待って、あ、手作りカービィを壊す、なるほど、カービィが欲しいのかこいつもこいつもあ、そう、空中攻撃すごい当たる、なるほど。プルリン、そうやね、その形してたらクルリンが本領発揮っぽいよね。ちょっと待って、エリアが変わった、エリアが変わる前にカービィ壊しといてよかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ああ、なるほど、こういうやつか。3ドッカンやっちゃえ、あちょそれぞれ今です。あー、失敗した、待って、コピーはするけど飲まれる、危ない、危ない、ちょっと待って、1、2、3ドッカンやったれ、でピエーピエーで、ちょっと待って、何すんの、何それ本当に何、分からん、ちょっと待って、これで回避か、ちょっと待ってよ、この回避方法忘れていたうう、危ないです、やめてください、なんだと、もう一体危ない、ふいえ、危ない、待ってください、よし、ちょっと今です、1、2、3、ほら、このよくも偽物エフィリンでモテ遊びやがって、そばじくるぐ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 ほら、オッケー、まあこれ多分ハンマーで戦う敵やったんかな。あ、でもまあ隙がね、
結構できやすかったのかな。なんか最終形態的なのは隙ができやすかったが、アイスの能力を進化できるブリザードアイスの設計図を手に入れた。アイスの進化早かったね。なんか雪だるまの時代終わるのすぐやったんやけど、ワドルディの武器屋へ持っていこう。なるほど。で、ワドルディを助けましょうと。ただ、エフィリンはいるかと思ったらいなかったね。まあ、ワドリーは助かったんで、ひとまずは、ちょっと、彼らが無事ならば、ハンマーで倒す、ハンマーで倒す、やっぱハンマーで倒すむずいんやろうな。だからミッションにあるんやろうなって感じしましたが、あとは多分コピー能力なしで倒せだと思うんですけど、一旦じゃあちょっと、ワドリーたちと帰りましょうか。はい。はい。何？ 5-2。またね。よし。おっと？あ、トレジャーが解放されましたよと。で、一旦、あれですね、去勢期間ですね。あ、でも、どうやろう。一旦戻って、何かがあるか。まあ、でも、ちょっと休憩はしていける。はい。ただいま。ああ、ガチャが追加されてる。ガチャルポンに新ラインナップが登場。ガチャルポンボリューム3が設置されました。あ、そう、あとは、強化ができるようになりましたと。でもあれなんだよね。ちょっと、レアストーンが足んないんだなって感じなんですけど、アイスの能力が進化できるようになりました。以上、みたいな。 あれ、ちょっと待てよ。これさ、ゲージ2本じゃなくなったじゃないですか。え、もしかして、これ1本失うと、また買わないといけない。なんか、そんな予感がする。なるほど。1本は本当なんかそういうコンティニュー的な、コンティニュー的なっていうかね、失うとなくなりますよと、だからずっと売ってますよと、そういう感じなのか。うわー。まあ今のボス結構ね、ハンマーで挑んでちょっと苦戦しちゃったもんね。はー。で、そっから先は、あー、ちょっと待ってよ、なんか、暑そう。ちょっと待って、すーごい。しかもなんか距離長いぞ、これ。やばいんじゃない？これ。レッドガル、金属地。BGM がやばい。新たなエリアを発見しました。連れ去られたエフィリンはきっとこの先に。無事でいてね、エフィリン。ね。熱々の金属地へ。そう。荒野、火山。っていう感じでね、ちょっと今回はね、そう、ボス戦、ハンマーやろうなって思ったらハンマーやったんですけど、次回はちょっとね、一旦トレジャーやって、で、また体勢を立て直して、ちょっとね、ここの奥、進んでいこうかなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。